47ヒロインズ、今回もまずはガチャからやっていこう。ガンガン回していくわ。女をガンガン回していこう。今ピックアップされてて、島根、宮城、長崎か。このどれかの星5欲しいな。星5欲しいな。さあ来たよ、タッチ。まず、一つ目。何でもいいから星5来て。頼む。今レインボーなかった。今レインボーの光あったよね。じゃっちゃらーん。あー、星3の方か。シスターか。よろしくお願いしますね。背徳感あるね、シスター。君もやるのかい、いろいろ。星4か。星5と星4はマジで違うからな、この世界。うわ、ガンガン向かれていく。ガンガン向かれていくんですけど。あ、来た。この音、この音星5じゃない？来ましたわ。さっき言ったよ。長崎出身ですわ。いや、知ってます。あ、星5来た。でも来たわ。あのサッカー選手がゴール決めた時みたいな、俺今ポーズ取ってるわ。あの口に指やって、その後天にあの指さすやつ、ゴールみたいな。あー、来た。星5来たな。チャッチャラーン。このなんか大成功みたいな、ドッキリ大成功みたいな。さあ今回からはね、福岡で勝負を仕掛けていこうと思うんだけど、北海道編が終わって、で、今回は九州制圧みたいな感じだね。敵がもうどんどん強くなっていってるから、推奨レベル7だもん。うち平均なんぼよ。平均が 8! ギリギリですやん。まあいいや、これでいこう。さあ、バトルスタート。福岡めちゃくちゃ暗いな、これ。すんごい暗いんですけど。とか街灯壊れてるからが。ここにボスがいるね。ミノタウロス、ミノタウロスいます。体力2381。覚え方はニサヤイ、覚え方はニサヤイニサヤイみたいな。0120ニサヤイニサヤイ。待てよ、これらが、これらが、あー、ブラックアニスか。遠くからピューンって飛ばしてくれ。ちょっと待って、これむずくないか。いきなりボスが目の前にいる、むずいだろこれ。聞いちゃいないよ以来だよこれ、本当に。では参りましょうか。あー、届かないな。どうでいいかな。ちょっと届かないけど、しょうがないなこれは。どうしようかな。色かで突っ込むかも。あー、残るか少し。しゃあないな。あ、技使ってもよかったかな。こっち決めていいか。これは倒せ、これも倒せないんだ。微妙に残るんだな。ほら、行こうか。微妙残りするか。これどっちに持っていこうかな。なんか、若葉一人でなんとかなりそうな気もするけど、まあいいや。一旦こっちに。では、参りましょうか。で、こっち3人で行こう。3人体制。前衛後衛。ボスがどういう動きをするかだな、まず。あ、避けた。あー、結構食らうな。うわ、クリティカった、クリティカった。動くんだ、いきなりもう。じっとしててよ、ボスは最初。じゃ、まずは、カゴメ。カゴメしましょう。よっしゃ、よっしゃ。星5のハンマーです。これは、あー、待て。ちょっと待って、待って。一旦先にこっちの方がいいな。いいかな。で、いや、もう前に突っ込む。で、こう。で、いいな。よし。で、残り一人も、倒せる。いいよね。よし、倒せる。隣接すると一緒に攻撃してくれるんだよね。これミノタウロスこっち来る可能性すっごいあるな。いけるいける。ちょっと逃げる感じで、逃げる形で攻撃しよう。私がやる。若葉どうしよっかな。これ
若葉もう直でやってもいいかもな。直体ミノタウルスと直体でやってもいい。減るからねめっちゃ。バサカソウルで、ここの3人をミノタウルス、あ、結構食らうな。ミノタウルス舞台の方に回してもいいかもしれない。これが強いんだよね、回復するのが。じゃ、まずこれは倒せるだろ。よしよしよし。で、星5の長崎県の子だって、シスター。シスター!これ届く?あ、届くのか。特技どうしなく、いやいや、いいわ。普通に通常攻撃しましょう。頼むぜ、若葉。ちょうど位置が全部揃ったわ。殺し合い位置降伏させます。特技はまあ回復系魔法だからいいや。普通に通常攻撃しよう。あ、なんか倒せそう。普通に私がやる。特技使わなくても普通に殴ったら倒せるね。修行い若葉やったるで。通天行こう。通天閣行こう。もう地配も好きなんだよな。やっぱ使っていくうちにどんどん愛着湧いてくるもんだよな、キャラクターって。さあもう一戦ちょっとやっていこうと思うんだけど、今度は熊本だね。にしてもこのゲームさ、あの全部フルボイスだから、あの物語みたいなのが最初にこのクエスト始まる前に絶対あるんだけど、もうベラベラ喋るからね。みんな声優関連に対してのこのゲームのなんだろう、力の入れよう凄まじいわ。ガがいっぱいいるな。気持ち悪いな。あ、一人取り残されてる。マジ。ちょっと待って、取り残されがちだ。ちょっとこういうのね、合流しよう。もうバカバカしいから真面目に戦うのが。合流して最後にみんなで畳みかけるみたいな一番無難な戦い方、それをしよう。あ、これは倒せるだろ。これグレムリンって言うんだ。これグレムリンなんだ。映画のグレムリンと全然違うね、イメージとしては。あ、ガンガン前に進もう。これはこれもうしゃあないか。こういう風に4人並んだ。偶然か必然か。カウンター。さあもう一回カウンター。あ、ないカウンター。一旦に一回とかそういう感じ。そういうの確率か。そういうのも全然分かってないからちょっと音下げます。やったるでー、やったるで。うちじゃあまずはハサミ打ち。ハサミ打ちが強くなるからね、パワーが。行くってだからそれやらしいからやめて、それ一言言うの。ハサミ勝ち。あ、待てよ、どうしようかな。うん、あ、いや、これでいいや。ハサミ勝ち。ちょっと迷ったけど、でこうするか。ハサミ勝ち、そしてやや節目勝ち。俺はで、行くってだからそれ一言言うのやめて。やらしいからすごく。なんか墓みたいのあるな。熊本ってこういうなんか墓石みたいのがあるのかな。じゃあ、大集合するか。大集合。一旦こっちに引いて。みんな行く行く言うね、なんか。一時あのセックス&シティがさ、っていうあの海外ドラマが流行った時に、そこら辺の周りの女の子みんなセックスセックス言ってたけど、それに近いノリがあるな。なんか、え、最近流行ってるなんかドラマ、何なの、なんか、なんてタイトルなのみたいな。あえて聞いて、で、セックス&ザシティってそう言わせて、で、俺が、あ、ちょっとメモ取るから、タイトル言って、みたいな。俺言ってたわ。俺もそれ見たいから、ちょっとタイトルも、ちょっとゆっくり言ってみたいな。で、セックスみたいな。
あ、単語一個ずつ言っていくから。その迷いなき力。で、それで、え、何ちょっと分かんなかった、もう一回みたいな。で、セックスみたいな。何回も言わせるみたいな。なんかそれ、セクハラ大臣で。最低だよ。車壊れてるし、なんか上の方。燃えてるし。熊本野蛮だなぁ。あ、キャラクター解放した。あ、キャラクターのボイスか。キャラクタークエストとかもあるんだ。